和楽器マンド鈴原優子の日本が好きになっちゃうラジオ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきたいと思います。さてこの番組ですけれども、ラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひツイッターで、感想や、ぜひ、いろんなですね質問コーナーもありますのでツイートして盛り上げてください。ハッシュタグは鈴花ジャパンです。番組アカウントのフォローもお願いいたします。鈴花アンダーバージャパン、こちらで検索してみてください。さて和楽器バンドですけれども、新曲生命のアリアという曲を作りましたけれども、こちらがですね、実はアニメマーズレッドのオープニングテーマに決定いたしました。ありがとうございます。マーズレッドご存知でしょうか。音楽朗読劇創作の第一人者としても称される、劇作家の藤沢文王さんがですね、原作脚本演出を担当しまして、メインビジュアルを、ドンテンに笑うですとか、煉獄に笑うの漫画家カラカラケムリさんが手掛ける音楽朗読劇のアニメ化の作品でございます。どんな雰囲気かというとですね、大正の東京を舞台にしたヴァンパイアとかがねこう出てくるような物語となっておりますので、ぜひビジュアルなども楽しみにしてみてください。テレビアニメマーズレッドは2021年4月より読売テレビ東京 MX 中京テレビ BS 富士にて放送スタートです。よろしくお願いいたします。もう声優陣もですね非常に豪華で、私もですねとっても楽しみにしているんですけれども、どんな風に今年が盛り上がっていくかという、スタートを切れたのではないかなと思います。さて本日も素敵なゲスト雅楽師東儀秀樹さんをお迎えいたします。それでは今日の1曲目参りましょう。東儀秀樹さんで令和の始まり。東儀秀樹さんで令和の始まりでした。
ゃうラジオ、日本が好きになっちゃうラジオ、和楽器バンド鈴花優子がお送りしております。早速ゲストをお迎えいたしましょう。雅楽師の東儀秀樹さんです。今週もよろしくお願いいたします。先週に引き続き、今日も東儀秀樹さんにお越しいただきました。皆さんご存知かと思いますが、改めまして、東儀秀樹さんは奈良時代から続く、家系東儀家のお生まれでございます。1986年から10年間宮内庁の楽師として活動、映画テレビ音楽や CM への楽曲を提供、俳優として NHK 大河ドラマに出演されるなど、様々な活動をされております。ということで、今日は少しプライベートなことまでお伺いしていきたいと思っております。はい、トギです。よろしくお願いいたします。あのトギさんは、あのやはり YouTube や Instagram などを、頻繁に投稿されている中で、あの最近息子さんのちっちくん、はい、必ず登場されているので、気になっている方も多いのではないかと思ってるんですけれども、なぜちっちくんなんですか、まず。あ、名前、はい、あのね、あの言葉を喋るか喋らないかぐらいの時、はい、1歳かなんか2歳かその時にパパとかママっていうことは言うようになって、はい、で僕の家内を指さしてこれ誰、はい、って言ってママっていう、はい、僕は自分の指さしてこれ誰って言うとパパって言って、はい、で僕はこの息子本人にじゃあこれは誰だろうって言ったらチッチって言ったんですよ。かわいい。自分で自分のこうニックネームを決めたんだったら、はい、それを優先してやろうって言って、その日から僕は彼をチッチと呼ぶようにしたんですよ、はい、でも彼は今もう中二なんだけれど、自分でそのニックネームをチッチっていうニックネームはすごく未だに気に入っていて、そのまま使ってますね。そのまま。ああ、それで皆さんチッチ君なんですよ、中学生ということで、14歳ですね。はい、YouTube の講習も一緒にたくさんされておりますけれども、ちっちくんは今楽器だと何が一番好きそうですか？やっぱりギターだね。ギターですか？あのね、僕の影響で赤ちゃんの頃から70年代ロックばかりを聴いていて、はい、すごいマニアックなところまで聴いていて、はい、でそういう、こう音楽がを自分でもやりたいって言って、はい、友達とバンド組んだりしてね。でその代わり今の例えばこう J-POP とか、こう J-POP に限らず新しい音楽はほとんど聴かずに、70年代80年代のものばっかりコピーしたりしてますね。そうすると、ちっちくんの、お友達とかは70年代の音楽とかも聴いてる子少ないですよね。少ない。すごくやっぱり今時の中学生はやっぱり今の流行りの音楽に夢中になるから、はい、でもたまたま仲良くしてる友達がバンド仲間なんだけれど、はい、アメリカ人と日本人のハーフの子で、そうするとアメリカ人のその感覚が小さい頃からその子にはあって、はい、すごくそういう70年代ロックのこう理解もある友達がたまたまいて、はい、でそれで面白がってますね。あとギターだけじゃなくてピアノを弾いたりもするし、あとやっぱりそんなにうまくはないけれど歌うのは歌すごいですよね。英語でいろんな歌を歌われていて、しかも弾き語りとかされていて、そうそうそう、だからあと僕がやってる七力とか書も見よう見まねでこう、はい、いつもこう耳にしているから、楽器を持たせた時にそういう風に吹こうっていう気持ちがスッと流れて、はい、だからなんかこうやっぱり音楽は耳から入って聞く量がいつも大切だって僕はいつも思うんだけれど、雅楽の楽器もすごく興味を持ってくれてますね、今現在、真剣に雅楽を始めているというわけでは今まだないく、今は時々展示して楽しみの中でやられてるんですね。おすすめの最近のちっちくんとの動画とかあります？まあ、今日本中ブームになっているアニメがあるじゃない、はい、鬼滅の刃、鬼滅の刃あれの楽曲を2人でこう表現してた、はい、でしかもどうせ闘技系なんだから、はい、こう時代は全然違うし時代背景関係ないんだけれど仮衣を着て、はい、ちっちがエレキギターを弾いていたりとかそういう平安貴族の身なりで
こうロックっぽい音楽をやっている動画とかね。手に持ってるのはなぜかギターですよね。そう、ちっちくんは今なんかそのやっぱり音楽をやりたいって言ってるんですか、将来的にも。やっぱりもう、はい、間違いなく音楽家になりたがっているので、しかもあの僕が雅楽師でありながら、はい、雅楽師がメインでありながら、はい、ロックが大好きでいろいろなことをやってる。でも多分彼は、はい、ロックミュージシャンになりたいんですよ、ポップが、はい、で彼の場合はポップミュージシャンだけれど雅楽もできるぜみたいな、そういうタイプに なったらいいな。いいですね。なんかもう皆さん注目ですよ、チッチチッチでデビューするじゃないですか、ね、あ、それもいいかもね、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう、はい、曲紹介お願いいたします。これが、はい、あの公共電波に乗るのこれ初めてなんだし、なんだけれども、はい、チッチが歌っている、あ、いいですね、はい、これ YouTube 用に、なんかこんな世の中からみんなに元気になってもらいたいと思って作った僕のオリジナル曲なんだけれど、はい、僕とチッチで2人で歌い分けているんですけれど、はい、聞いてください。 Good luck, good chance。でもグッド掴むのさ、グッチャンス、疑うことはないさ、飛び立とう、こんな答えのない時巡りながら何を来ましたのは東儀秀樹さんと東儀典親さんでグッドラックグッドチャンスでした。もう本当にストレートな、歌声で、もう言葉の一つ一つがよくこう聞こえてくるようなそんな歌声でした。本当に素敵な親子ですよね。恐れ入ります。ありがとうございました。日本が好きになっちゃうラジオからのお知らせです。メッセージアンケート回答は番組公式ツイッターから参加してください。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、番組ハッシュタグは鈴花ジャパン、そしてアフタートークは無料アプリオーディからダウンロードして楽しんでください。鈴花優子がお送りしております、日本が好きになっちゃうラジオ。今日は雅楽師の東儀秀樹さんをお迎えしてお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、東儀さん、はい、実はリスナーさんから結構たくさんですね、質問が届いておりまして、いくつかお聞きしていきたいと思うんですが、はい、よろしいでしょうか、はい、どうぞ。まずはラジオネームひづきさん、以前
イエピアノという番組で、息子さんとのピアノの連弾が素敵でした、ピアノ以外にどんな洋楽器を演奏されるのですかという質問なんですけれども、うん、あの連弾をしている様子とかも、はいはい、あのたくさん出されてるんですね。そう、このイエピアノの時も連弾をしたりしてたんだけれども、どんなあの洋楽とかをやっぱり連弾するんですか。そう、この時は枯葉っていうあのスタンダードジャズのあれを、はい、見ました見ましたこうモダンジャズ風に編曲したやつで、はい、途中から僕が七力に変わっていったりとか、なんか僕ら流に自由に音楽を楽しむっていう感じなんだけれど、はい、ピアノ以外だったら、まあ、一番好きなのはギターで、はい、あとチェロも僕は演奏するし、すごいですよね、あとベース、チェロドラム、あと大体の民族楽器だったらその場で初めて手にするものでも大体なんとか音階ぐらいはスッとする自信はありますね、はい、チェロは、うん、あのお持ちなんですか。持ってます。なぜチェロお持ちなんですか。あれ、ね、これあんまり知られてないんだけれど、はい、実は俺チェロうまいんすよなんてこれ言いたかったんじゃなくて、はい、あの実はあの宮内庁の雅楽師っていうのは、はい、よくあの宮中晩餐会って言って、はい、天皇陛下と国賓の方々とのこう晩餐会があるんだけど、はい、あの時ってこのお食事をされている横で生のオーケストラをずっと流している、そのオーケストラが実は雅楽師で構成されているんです。あ、そうなんですか、うん、私も今知らなかったでしょ。知りました。で、たまたま知らなかった。僕はチェロを担当して、はい、だからチェロも雅楽を始めるのと同時に始めたから、はい、高校卒業してから18歳から始めたチェロだからもうあの全然こうまくはないんだけれど最低限の表現をこう、はい、してるというか。すごいですね。だって私バイオリンをしばらく子どもの頃習ってたんですけど、うん、自分のピッチの悪さが辛すぎてやめましたよ。本当難しい楽器。フレットのない楽器はね、はい、本当に、うん、あのいつ練習されるんですか。やはりその雅楽の延長で。そう、この皇居の中で、はい、そういうプログラムもちゃんと組まれていて洋楽の合わせる日とか、はい、そうやってあとは自分でもう本当に毎日練習していくしかないっていう、まあ、あのオーケストラとかも就職っていう形、うん、今コロナのせいで大変になってきてますけども、うん、何やってるのといえば本番に向けての練習とかもあの見えるんですけども、うん、その宮内庁の中で何されてるかっていうのは、うん、改めて知る機会やお聞きする機会ないので、ね、報道されないからね、はい、リスナーの皆さんもあそうなんだと思われた方が多いんじゃないでしょうか。もう一つよろしいでしょうか。はい、どうぞ。ラジオネーム黒猫の月子さん、ありがとうございます。子どもたちの音楽の授業が寂しい状況です。これから音楽を目指す人、楽しみたい人へ向けてもっとこうすると音楽が身近に感じるというポイントがあれば教えていただけますか。なんか音楽の先生か何かされてるんですかね。あ、この人ね、うん、うん、そうでしょうね。僕もよくね小学校から高校もとか大学生もあるんだけれど、はい、雅楽を教えてくれって頼まれて、はい、こう講義に行くんだけれど、なんかあの音楽の授業ってあの文化的な授業、美術もそうだけれど、はい、なんかこうしなさい、じゃあみんなでやりましょうじゃないと思うのね、うん、なんかこう自分でやりたくなっちゃうような空気を先生が作るのが大事 で、はい、でそれにはこう雅楽だからって言ってこう難しいことをこう喋るんじゃなくて、この楽器なんだから始まってね、はい、この楽器でこんなこともできちゃうよって、例えばそれが小学校の低学年だったら、うん、例えばなんだろう、アンパンマンを吹いちゃうとかドラえもんを吹いちゃうとかね、うん、そうしてなんだこの楽器っていう風な興味のきっかけさえ作れば、うん、大人になっていく間に何か興味を持った時に、あの時のあれだって言って、はい、全部結びついた時にすごい力になると思うんで、うん、なんかこうワクワクするきっかけっていうのは遊び心から生まれると思うから、はい、そういうのを大切にすると音楽って楽しくなるんじゃないかな。そうですね、もともと楽しむものですもんね、うん、音楽はね、うん、はい、というわけで、今日ご紹介させていただいたリスナーさんには番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ありがとうございました。トギさん、そろそろお時間になってしまうんですけども、あっという間で、はい、あっという間ですね。何かお知らせは
ございますか。今ツアー中ですよね。ツアー中だけれど、こう、はい、明確なこうお知らせができない状況なので、はい、延期になったり中止になったりするので、はい、その申し訳ないけれどホームページなどを見て確実な情報をつかんでもらうしかないですね、はい、ぜひホームページで活動をチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで2週にわたりまして東儀さん、はい、本当にありがとうございました。また呼んでね。ぜひぜひまだまだ話し足りなかったのでお願いいたします。それでは今日のラストナンバー参りましょう。じゃあこちらも曲紹介お願いいたします、はい。今日も恥ずかしながら歌を聴いてもらいます、はい、これずいぶん前に発表したものなんだけれど、自分たちがこう生きてきた意味とかそういうことをちょっと語ってみようと思って歌にしました、はい、生きてきた僕たちへ聴いてください。2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。しましたのは東儀秀樹さんで生きてきた僕たちへでした。
してきました和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。今日は雅楽師東儀秀樹さんにゲストとしてお越しいただきました。息子のちっちくんについてもですね、かなり今日は、お聞きしちゃったんですけれども、まだあのちっちくんの顔を知らない方はですね、非常に気になったんじゃないでしょうか。東儀さんの、インスタグラムを検索していただきますと、東儀のりちかさん、イケメンですので、ぜひ、気になった方はですね、すぐさま、東儀秀樹さんのお名前で検索してみてください。ということで、今年はですね、またちょっとこう番組をリニューアルをしてお届けしておりますけれども、張り切って頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組のツイッターのフォローもぜひお願いいたします。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、鈴花アンダーバージャパンです。そして番組のことをですね、つぶやく際にはぜひハッシュタグ鈴花ジャパンとつけてください。鈴花がね漢字で、ジャパンがカタカナで、統一していければと思っております。ハッシュタグ鈴花ジャパンです。それからこの後 お届けしておりますアフタートークも、無料のスマホ用専用アプリをダウンロードしていただくと聞くことができます。オーディ検索してみてください。よろしくお願いいたします。東儀さんもですね、アフタートークに出てくださっておりますので、それではまた次回、お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。